今の J リーグとか代表とか、うまい、終わり、まあ、なんだこれやーべえ。思わせなきゃいけないだから、問題にならないものは盛り上がんない。それは迷惑かかってるから、それは本当に申し訳ないけど、人が集まんなかったイベントにならない。そうですね。バンちゃんはさ、俺思うけどさ、すんごいカズさんに憧れてる。まあ憧れてますよ。でしょ、はい、俺すっごい思ってた、うん、昔から、うん、まあ俺らももちろん憧れてるっていうか ね、まあ、カズさんがいて、うん、なんかまあ J リーグもなんか盛り上がってみたいなのはもちろんあったし、うんうん、いやだから一緒にだから2002年やった時に、うん、カズさんと、まあもちろんヤスさんもいて、うん、お兄ちゃんね、うんうん、で岡野さんとか、うん、平野さんとか、うん、望月さんとか、うん、ジョーさんもいて、うん、そうそうたるメンバーじゃないですか、うん、それでもやっぱカズさんはやっぱりもうちょっと、ね、だってほんとにガウン着てたもんね。ガウン着てましたね。ほんまに着てんねやって思いましたもんね。カラオケとかもあの入れられないでしょ。入れない。ラットスターの曲がね、うん、30曲ぐらい入ってるから、ね自分で入れることはできないですよね。たまに割り込んで俺がブルーハーツとか入れるとピッて消されてる、うん絶対にスーツで着てたよね、うん、練習も。そうですね、すごいよね、もう徹底してやってんだよ。すごい。昨日のバンちゃんのさ、うん、あの LINE のさ写真見た時にさ、うんうん、アントニオ猪木さんみたいになってたけどこんな長いマフラーあれカズさん超えたと思うマフラーの長さ、長さこれマフラーが長いんか俺がちっちゃいんかどっちなんですか、ね、あそうか、バンちゃんがちっちゃいんだピッチ内はもちろんだけど、うん、ピッチ外でもみんなパフォーマンスすごかったじゃない。確かにこう一般の人とかが、うん、もちろんサッカー選手やからっていうのじゃなくて、うん、人としてというか、うんうん、なんか面白いなっていうものがないと、うん、なんか応援、まあ、されないことはないですけど、うん、あった方がよりいいですよね。そう、ドラゴン久保、ドラゴン久保あんなのいねえよもう今コンプライアンスって言葉はもう全くもうドラゴンって消されるからねいないよ、あんな人。いや、おもろいわ。でもあんなうまいのよ、サッカーは。いや、すごい。この間も岡野さんいない、あの、島原でやった、あの、宝くじで、死ぬほどエグいヘディング決めてましたからね。あ、そう。あの、タツさん、なんなんすか、あの、ツーゴールめっちゃすごかったんじゃないですか、とかって言ったら、あー、怒ったね。とかって、怒ったね、とか言うんですよ。なんすか、怒ったって言ったら、その前のプレー2回ぐらいボール取られたから、それで怒って、あのヘディング決めたとか言って。もうよくわかんないじゃないですか。もう俺もさ、なんかテレビ番組でね、うん、はい、特番みたいなのがあってさ、中継でドラゴンだでずっとなんか岡田さん特集岡田監督特集あって、うん、で俺も岡田さん一緒にやってるから、うん、みんなこうコメントしていくわけ、うんうん、さ中継つながるわけ、うんうん、岡田さんでね、いろいろあったと思うよ、なんかありますか、わからんあんな長い間ずっと岡田さん特集やって、ずーってやって最後にドラゴンだった。わからん。終わり。素晴らしいよね。もうね、悔しいもん。絶対受けるじゃん。みんな真面目に答えてんだよ。よくわからん。じゃあ今度、ドラゴンと3人でやりますか。危険でしょ。確かに。酒たいな、酒になって偉いことになりそうやな、これ。それで言うと、まあ、いや例えば今の J リーグとか代表とか、うんうん、いやもちろんみんな上手いですけど、うん、なんかこう人としてのこういうのやみたいなんてあんまちょっと見えないところありますもんね。そうだね、なんかさ俺もたまにこう呼んでもらって、うん、スタジアム行くけど、うん、上で見てるとさ、うん、誰かわかんないんだよ、うん、なんだろう、上手いのよ、上手いで向こうも上手いんだよ、うん、相手も上手い、終わりみたいな、まあね、なんだろう、いけーみたいな、お尻が勝手に上がっちゃうみたいな、なるほどね、なかなかない、なるほどね。例えばじゃあカップルでね、うん、見に行った時に元、うん、俺もサッカーやってたんだよねっつってさ、うん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 、で彼女に自慢したいわけじゃない、うんうんうん、でその彼女にさ、うん、あ俺多分、あ俺だったらあれ右に出すよほらね、あれ多分左に出すよほらね、うん、あれは俺もやってた、うん、みたいなのダメなわけ、だけどさ、うん、あれ右に出すよ、あれなんだこれ、やっべえ、やっべえ、俺プロになんなくてよかったよって思わせなきゃいけないだから。いや、そりゃそうっす。絶対できないプレーやんなきゃいけない。いや、そうそうそう。だからお金出して見に行くわけ。いや、そうっすよ。そういうことじゃん。うん、だから、エンタメなんだよ。俺、この間そのね、12月3日、うん、2023年の
小野伸二引退最後、うん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 、札幌対浦和、はいはい、行きましたよ、はいはい、何度やっぱもうそれこそそうですよ岡野さんが言うようにお尻浮いたか、うん、ああ、うん、そんなパス出すんやとか伸二がおらんってから、うん、一気になんかもうふーってなってもうて普通に解説になっちゃったんですよ。これは俺監督じゃないけど分かんない、うん、俺だったらエースだったら、うんうんうん、絶対に交代で出した。あもっと盛り上がったと思う。スタメンじゃなくて、うん、あスタメンじゃなくてなるほどなるほど後半に、うん、だってレッツじゃん一番のエンタメって言ったらそうっすね後半ラスト30分なのか20分なのか分かんないけども真珠が出てきました。 うわーじゃんもうどっちでもいいよ勝ち負けも、うん、それこそ試合終わった後の裏のサポーターとミシャの、うんうんプロレスがまたおもろくてミシャが挨拶しようとした時に、うん、ブーイングめっちゃしたんですよ裏のサポーターがブーって感じでもうミシャがちょっと怒ってもうてで多分通訳の人ももともと裏合いだから、はいはいはい、人の土地来て邪魔しないでもらっていいですかとか言ってもう裏側に帰ってくださいとかって言い出してほんでまたそこでは札幌サポーターもうわーってなってもうていいね、うん、これがまあ5年ぐらいいた監督に対する対応なんかと、うん、これこそが浦和のサポーターやとか言ってまたこうレンミシャとかもわーってなって思ってその後に、うん、シンジが最後の挨拶で浦和のサポーターの皆さんとまあいろいろ言うのはいいけどやっぱりいろんな人リスペクトしてくれと、うん、これはやっぱ痺れましたね。やっぱかっこよかったっすね。終わった後やっぱりリスペクトしないと、うん、その前にいがみ合ってるのはいいけど ねシンジリスペクトしてんのかな俺のことだってあいつさリフティングでさ練習終わった後にさサポーターの目の前でさ岡野さんリフティングやりましょうって言うんで俺笑いもんじゃんであいつなんかこう寝るってさ肩でこう寝るってピンピンピンって俺にパーンと渡してくんだよ俺もう必死じゃんあれしないだろリスペクトいやいややっぱ J リーグもじゃあまあそう考えるとちょっとプロレス要素が必要ですかね。絶対必要。やっぱエンタメだよ。やっぱり俺最近日本代表のなんか呼ばれて行くじゃない、うん、国立この間行ったのよ、うん、全然違うのね雰囲気。俺らの時ってさ、うん、もう本当に勝つか負けるかでさ、うん、もう本当にもしかしたら俺もうサッカーやめなきゃいけないとかさ家族来てたらなんか殴られんじゃねえかなみたいなぐらい緊張感の中でやってたからさ、うん、殺伐としてるっていうかさ、うん、会場が、うん、負けたらやべえ、うん、みたいな感じだったけど今なんかさ若い女の子がさ、うん、超可愛い感じでさ、うん、ここにペイントしてさ、うん、イエーイってやって試合見てねえんだわ昔だったら「おい何や岡野お前てめえ舐めてんのかお前」みたいな感じじゃないのよ、はい、イエーイみたいなあれはいいよだからああいう空間に来れてるっていうのをインスタに上げる、うんうんうん、ああいうのもちょっと考えなきゃダメじゃない J リーグももちろんその勝ち負けも絶対大事なんだけど、うんうんうん、私たち今いるんだよ、うんうんうん、いいでしょ、うんうんそうですね。そういうことでしょ。いやそういうことですよ。俺代表見に行った時そう思った。ミスとか見てないんだから。あサッカー好きな人は好きでいやサッカー好きやでっていうのはいいけど、うん、みんながやっぱり好きになってもらえたらね。そう、もう誰が来ても安心で、うん、安全で、うん、楽しく見れる、うん、でもただやっぱり負けたのはやっぱ選手だから、うん、選手がそれを受け止めて、うん、サポーターに対してちゃんと謝りに行くっていうのをしないとダメ、うんうんうん、そうですね。結局ね、うん、だから変なことになってるのは負けると責任者出てこいっていう。あいや出て行くんだけど、うんうん、責任者試合出れねえから。そうですね。だ選手ももうちょっとやっぱり自分らがやってんねんから、うん、その責任に対して自分らが責任負いますせぐらいのやつがないと。そうそういや俺らがやるんやと。そうそう誰かのせいにしちゃうとか、いや監督がとか、やっぱ命かけてやんないとね。そう。だから俺のゴルフと一緒よ。反省しないんだ。いやもうなんつってこれバーンって言ってさ、ダメだすいませんなんて走っててさ、でハイボールねえのかよなんつってさ、それで上手くなるはずないじゃん。そうですね。で怒られたり。あのね、文句言われたりするのも幸せなもんすよね。幸せだよ。だから昔だから言ったじゃん、うん、さっき僕車の中で言いました、ね、ピンポーンって来たんだ俺あの浦和南に住んで浦和の南に住んでた時にバーンって開けたらさもうサングラスと革ジャンの男の子たちが15人ぐらいバーンってさ「おはようか」襲撃ですよ。夜やけどサングラスでした。今日の試合納得いかなかったの。こういう風に足伝えてくれ、うん、で別に殴られたりはしない、うんうん、伝えてくれっていう、うん、伝えてくれって言われた時に
なんか嬉しかった。あ、まあまあその、うん、岡野屋から言ってくれるやろとかやってくれるやろっていうことですもんね、うんうん、でちゃんと伝えるわけじゃん、うん、彼らが怒ってることって結構真っ当だったりしたりさ、うんうん、俺らが忘れてたことかなとか思ったりとかさ、俺ら J2 でさ、バンちゃんともやったじゃん、はいはいはい、札幌の時ね、1、2は独走だったね、うん、独走でしたね。でね、3回目ぐらいから勝てなくなった、うん、読まれて、でその時サポーターも、マジ怒ってさ、うんうん、でなんか気づいたことがあって、うん、余裕で勝っちゃってたんだよ、うんうんうん、で何かなと思った時に、うん、やっぱ格好つけちゃってたんだよね。あ、サポーターがそれ気づかせたんだよ。だって相手レッツとやる時さ9人守ってんだから、必死ですからね、必死ですから、最後ギリギリでしたもんね。教えてくれたもん、レッツのサポーターが、格好つけてんじゃねえ、本当にあんたガンバに負けた時なんてさ、うん、あの新大阪から新幹線乗るじゃん、うん、もう改札口にもさ、うんうん、もうこうやって待ってんだもんサポーターいやでも本当こうね、サッカー界がねやっぱ盛り上がらないといけない、うん、いやそうなんですよ。これどうですか、もう一回やっぱ現役復帰とかあるんじゃないですか、選手として帰るって。いやいや、そうですよそうですよ、もちろんですよ。俺やるよ、 4-0 ぐらい勝ってる時に、うん、バーって出てって、うん、もう目見えないからさ逆サイド走ってってさ行くぞこの野郎ってやってんの面白くない？そこまで目見えないこともないでしょ。いやもう分かんないんだよこれこういうのがやっぱサポーターとかもやっぱり熱狂すると思うんですよ。これも J リーガーの皆さん、うん、俺はもう岡野さんに学んでほしい。いやいやいや、俺に学ばなくていいですけど自分だけじゃないんだよと、うん、フロントの人間、そうやってお金集めてくれてる方、設営してくれてるボランティアの方、確かに確かに、そういう方たちがいて俺らはここで支援してるんだよ。だから戦わなきゃいけない、うん、戦わなきゃいけないわけです。だから今回日本代表がアジアでイランとイラクに負けたじゃないですか、うん、そうね、もう絶対優勝って言われてる日本がなぜ負けたのって言ったら、うん、やっぱ今ってすごい綺麗なサッカーになったじゃないですか、うんうん、でドイツスペインに日本が勝ったって言ったら向こうはまともなサッカーをしてきてくれるから、うん、ヨーロッパでやってる選手が増えて慣れたんです、うん、そのサッカーに、うんうんうん、イラクイランみたいに何も考えずにただ突っ込んでくる、うん、ああいうチームがなくなったじゃないですか、ね、でガンガン来る、もういいからと、うん、関係ねえと、うん、の対応策がちょっとなくなったのかなって、ね、俺は見てて、いや確かに思いました。まあもちろんその、ね、戦術技術、うん、ね、大事ですと、うん、でも根本は何なんですかっていう話ですもんね。根本は戦うことだから。いやそうっすよ、日本のサッカーはもうこんだけ歴史がもうできてきて、うん、絶対勝たなきゃいけないし、うん、いろんなチームにも対応できるようなサッカーにしていかないと、同じことをみんなが同じチームが同じサッカーしてやってるのは僕はどうなのかなと思うし、俺だからそうなのかな、なんか問題にならないものは絶対に盛り上がらないと思う、うん、あーなるほど。苦情が来るってことは大成功なわけよ、うん、対応は大変だけどね、スタッフの、うんうん、だからなんかさ、俺もイベントなんか一回やらせてもらったことあってさ、うんうんうん、鳥取で、うん、来なかったら苦情にもなんない、うん、恐ろしいぐらい来たの、大苦情です、うん大成功です。まあそうですね。でしょ？そうですね。イベントって、うん、もうチャリンコがもうガーッ行っちゃって、うん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 、まあ大変なことになるわけ。もうそれは迷惑かかってるから、それは申し訳ない、本当にそれは申し訳ないけど、うん、人が集まんなかったイベントにならない。そうですね。そうですね。俺はそう思ってて、だからやっぱり裏レッツのサポーターっていうのは、うん、勝手に営業マンやってくれるんですごいからそうですね、ナーレッツのねサポーターを舐めちゃいけないよ、うん、あ、彼らはフロントより内助してっから、ね、うん、Jリーグの仕組みとか全部分かってくるだからやっぱ裏レッツがやっぱりこう常にトップ争い、うん、優勝争い、そうですよそうですよ、そりゃそうですよ、 Jリーグも本当に行き当たりばったりの人しか見に来なくなっちゃうから、確かに確かに。今後どうですか、もう今51歳ですか、はい、同い年がチェアマン誰ですか、チェアマン野々村さんですね、野々村さん、はい、同い年でしょ、同い年、代表のコーチ誰がやってますか、七海さん、同い年ですよね、セレッソの社長は森氏です、同い年、どうですか今度52歳で次どういう風になんかしたいとか何かあります、いや次何がしたいっていうのは自分の中では、うん、特にいなくて、うん、もちろん今ガイナレやってるから、うん、やっぱガイナレのことは責任持って絶対まずやっぱ J2 に
昇格させるっていうのがもう、うん、もちろんずっとそれも10年もやってて、うんうん、あとは、うん、もう俺は結構10年やってきて、うん、いろんな人とお会いして企業さんとか、うん、逆に俺なんかサッカー関係じゃなくてもちょっとなんか生きていけるなって今は思ってるし、もちろん外なりを裏切るって感じじゃなくて、うんうんうん、最終的に一番の俺の目標と夢はスナックの経営者か。これはおもろいな。スナックやりたいね。スナック野人、スナック野人かうちの嫁にやらせるかスナックはさ誰でも来れるしさ。そうですね、いいのよ、あれこそコミュニケーション取れる場所だ。カウンターがみんな仲良くなっちゃった。あ、確かに人種とか何にも関係ないから。僕はね、でもね、やっぱ終わって引退していろんな人にまあ話するじゃないですか、うん、もう岡野さんともう城庄司、うん、この2人はねもうほんますごいなと思いますよマジで。このね、やっぱサッカーとか関係なしにこの生きていくとか、この人に対してこのどういう風にするとか、俺これめっちゃ学んでますもん二人から。あ、そう。こうわーってやってるけど、うん、めっちゃ周り見てて、そうだね、今これ何が大事なんかみたいなのを的確にやる、うんうんうん、エンターテイメントやし、はいはいはい、これやから人がみんなついてくるんですよ。そんな誰もできないですよ。なんかもう会長会長って言われてる、うん、ね、いろんなこの人たちに、うんうんうん、小川さんはもう、うん、この1対1でこう行くわけじゃないですか、ね、そういう意味では本当良かったなと思って GM やらせてもらって、うん、いや本当に勉強に、もう勉強にしかならないし、サッカーってさ結局広いようで超狭いじゃん、はい、あ、いや狭いっすよ、これぐらいの世界で出会いって。いや、そうっす。だけどGM とかああいうゴルフとかさ、うん、どんどん広がっていくじゃん、うん、社会は大きいですからね。社会はでかい。これだからサッカーはサッカーで、サッカー界の中でこうやってやろうよっていうのはいいですけど、うん、全然全然もっとやっぱりいろんなね、うん、ところで広がっていったら、うん、もっとサッカーが良くなるんちゃうかってことですもんね。もう間違いないね、うん、今までのやっぱり時代も変わったし、うん、やっぱりこう発想も変えていかないと盛り上がっていかないのかな、うん、そうですね。ね、あのヴェルディとマリノスのあの30年前の、うん、31年前のみたいなのでカブスさんが出てくるわけじゃないですか、うん、あれこそやっぱエンターテインメントですよね。いや、あれはちょっと感動したね。え、涙流しながらさ、ね、お帰りなさいですよ。いや、作った方が、いや、そうっすね。あれはちょっとやっぱり僕らからしたら、うん、僕らも涙もんですよ、うん、いやいや本当にだって川淵さんが、うん、あれ作ってくれたから、うん、今の僕とかね、バンちゃんがいるわけで。いや、そうですよ、そうですよ、そうですよ。あれ J リーグできなかったら、うん、まあ、それこそリキさんもこういう風になってないわけだし、確かに全てなかったわけだし、うん、ドイツに勝つこともなかったし、確かに本当にすごいわ。小川さん、はい、もうこれ今もう3時間ちょっとぐらい話してるんですか。こんなに話してんの、はい、バカだねこのまま残ろうかな最初出させてもらった時なんかさ、まだ YouTube っていうのがさ、うん、あんまり確かに確かに理解できてなくてさ、うんうんうん、でなんかこう本音を喋れるというか、確かにね、なかなかこう言えないことも、うんうん、言えたりして、うんうんうん、でうちのほらマネージャーいるじゃない、うん、ほぼカットするんだって俺お前なんかあれ言ったのに出てねえじゃないけどあれ岡野さん言ったらまずいっすまあまあ今日も3時間話して、もしかしたらあの1回しか映ってないかもしれないあんだけ話したのに、あるよね、あるよね、あんだけ話したのに本当にもういいですか、そうそう、もういいんじゃないもういいんですかって、だって俺の番組俺の YouTube じゃねえから、はい、ここでじゃあ止まりますかってね、俺のスタッフでもないんだから。いや確かに、でも止まるとなったらここ どうですか、ここ寝れますか、ここで。余裕でしょ俺だって路上で寝てたから俺結構現役の時外に寝てる。いや神戸の時に覚えてんのが、あの前の日飲んだんでしょうね、ちょっと遅刻して、うん、まあベロベロで来て、はい、って言った、練習終わった後、うん、今日は俺歩いて帰るよと、もうこれ反省の意を込めて帰ると。帰ったでしょ、帰ったいや何時間かかるんやって話ですけど、相当かかったよあれね。え、36バイパスも歩いてはいけないですから、うん、言ってけどまた次の日も同じこと繰り返しなんだよね、人生人生で繰り返し、人生繰り返しやと。ありがとうございました。どうもいつもありがとうございます。どうも、あー、どうも、はい、おばんざーい。 OK です、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫ですか。大丈夫です。短い。